イーゴリ・ブラジコフは、ウクライナのキエフ出身の指揮者。キエフ音楽院では、アレクサンドル・クリモフ、および、レニングラード音楽院では、ムラビンスキーに指揮法を学んだ。1959年、ウクライナ共和国指揮者コンクールで優勝。1958年から63年までは、ウクライナ国立フィルハーモニー還元楽団の指揮者を務め、 63年から68年までは、レニングラードフィルの指揮者の地位にあった。指揮者のゲンナジー・ロジェストベンスキーは、1968年に雑誌のインタビューに答えた際、若い世代の最も有望な指揮者として、ツービン・メータ、テミル・カーノフ、小沢聖ジ、アバドと共に、ブラジコフの名を挙げている。ブラジコフの顕著な業績としては、ソ連国内における、 ストラビンスキー作品の演奏が挙げられる。作曲家自身と信仰を持っており、またムラビンスキーが所持していたアゴンノスコアはブラジコフが送ったものであった。また1965年にはショスタコービチの公共曲第2番、第3番の疎遠をレニングラードフィルと共に言っている。その後はキエフ室内還元楽団、ウクライナ国立公共楽団、 ペルペートゥムモービレ管弦楽団のポストを務めた。2002年からは、ドイツのポツダムに居住している。2004年と2005年には、東北大学公共楽団の招兵で来日し、同団の定期演奏会で、チャイコフスキーの公共曲などを指揮した。ありがとうございます。